お腹が弱い人、日本人に意外に多い125モトブログお腹激弱ライダーです。今回はですね、バイク乗りの人におすすめしたい商品があるので、ちょっと YouTube 撮ってみました。はい、今回紹介する商品はこちらになります。カエディアのクイックホールド QI です。これは置くタイプのスマホの充電器になります。ここにスマホを置いて充電することができます。これで解除で、ここにスマホを置いてここに当たると自動的にロックになります。で、解除するときはここです。外へ使われることを想定されてるんで、防水機能も備わってるみたいです。それではスマホを置いて早速充電したいと思います。このようにスマホをセットして、この後ろにあるチョコにスマホが当たるように置きます。じゃあこのように自動的にカチッとセットされます。で、これなんですけど、この充電するとこ、このスマホホルダーのちょっと見えにくいんですけど、ここが USB-C になってるんで、この USB-C ケーブルを挿したいと思います。はい、一つ補足なんですけど、裏側にこのオンオフのスイッチあるんで、必ず充電するときはここをオンにしておいてください。先ほど僕もずっとスマホを置いても充電ができないってことになって、説明書見たら裏にオンオフスイッチがあることに気づきました。はい、このように置いて充電することができます。はい、カエディアのクイックホールド QI なんですけど、こっちがカエディアの QI ですね。で、これが他社のやつなんですけど、土台も他社、これプラスチックでできてるんですよ、プラスチックで。カエディア製品はこれアルミでできてるんで、ちょっと分かりにくいんですけど、アルミでできてるんで、耐久性もプラスチックよりだいぶありそうです。こっちがプラスチックの製品ですね。プラスチックの製品だと劣化とかで割れてきそうで怖いですよね。当然カエディアの製品はこれアルミなんで、劣化の心配とかが少なそうです。はい、カエディアのクイックホールド QI、 購入先のリンクを概要欄に貼っておくので、また興味のある人は覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。